私はその生きているその何ですか、病院に昏睡状態で眠っている時にね、私はイエス様の幻を見たんです。Hey guys, what's up? Renzo here. So today, Fridays, on this channel going forward, will be dubbed Faith Fridays, right? So we already have established that on another channel, but on this one, we're going to be doing it over here as well. So every Friday, you'll have something. It might be an interview with someone else. It might just be someone's testimony. It might just be me sharing a message. But every Friday, we will have something to bolster your faith on this channel. So today, we have the testimony of Pastor Mike, who has been a pastor in Japan for 4 to 5 years. He's now 5 years retired. Tired, but we're going to share his testimony today. Wonderful, amazing testimony. Here it is. こんにちは。私はこういう機会に恵まれまして、本当に嬉しく思っています。私は、現在81歳になります。そして5年前までは牧師をしておりました。そしてちょっとした病気で牧師を引退しまして、今家庭で、小さな教会を手伝っているというそのところです。名前は加藤充と言います。1940年生まれになります。私は母がクリスチャンでした。そして、9歳の時に私のある出来事があって、そして私いたずら坊主だったんでね、それで母に諭されて、クリスチャンだった母に諭されて、そのイエス様にお詫びし、私の悪いことした相手にもお詫びをしました。その時から私クリスチャンになったような気持ちを持っていました。しかし私、小学校、中学校、高等学校、大学行きました。中学校ぐらいまでは近くの教会に、教会学校に通っておりましたけれども、高校受験とか大学受験がありましたので、教会をちょっとストップしていました。で、大学を卒業した。私、大学時代に経済学を専攻しておりました。そして、スポーツではアメリカンフットボールの選手を4年間やりました。そして、1960年には甲子園ボールにも出場したメンバーの一人だったんです。それで、そんなわけで、私は1962年に学校、大学を卒業して、ある静岡にある製紙会社に勤務しました。それで兼勤務して、その会社のボスが、この人、サッカーをやった人なんでね、サッカーとラグビーをやった人なんでね、私に静岡市の、この市のラグビーチームを紹介してくれました。それで私は、フットボールやって、アメリカンフットボールやってましたから、やめない方がいいよという勧めがあったので、ラグビーに進みました。ラグビーの春のシーズン終わりましてね、そして秋10月になりました。そしてね、国体のね予選がその地域でありますんで、静岡市のチームに入って、で国体のラグビーの予選に出ました。で予選の勝ち進んで2試合目に私は非常にタックルして、そして脳震盪を起こし、脳障害、脳挫傷ですね、それを起こしてしまって3日間の昏睡状態、病院で目が覚めたわけですけれども、その時に私は大変な経験をイエス様にさせていただきました。私はこの脳挫傷で、そして言葉も何も意識不明の状態が3日続いたようですけれども、お医者さんは生きるかどうかわからないという診断を下したようですけれども、神様は守ってくださって、私に命を与えてくださいましたけれども、私はその生きている、その、何ですか、病院に昏睡状態で眠っている時にね、私はイエス様の幻を見たんです。もちろん子供の頃、教会にイエス様のことを知ってましたし、クリスマスのこともよく知ってましたし、で、イエス様が、その私の聖書の間をさまよっている時に幻を見せてくださいました。私は真っ暗闇を歩んでました。そして幅の広い川の川岸に立っていました。で、川岸に広い川があって、対岸は綺麗な場所でした。そこの木の茂みの中に真っ白い衣を着た人が立っていてね、私を招きます。私はそこに行こうとして、橋を探して、そして足をかけて行こうとしたら、後ろから止められましたんで、私は
まずその時渡ったら死んでいたんでしょうけども、渡らないようになったので生き返ったんですね。そして3日後に私は息を元記憶が戻ってね、そして病院生活 2ヶ月半続きました。そして私はそんな状態の中で、本当に何を夢見たんだ、幻を見た時にね、それが何だったのかはっきり分からなかった。でもだん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 私、もしかしたらイエス様かもしれないというふうな気持ちを持っていました。そしてまあそんな悶々とした体もね、コンディションも整わなかったので、いろいろとそんな状態の中におりましたけれども、怪我をして1年後ぐらいに、私はなんかもう自暴自棄になってしまってね、頭痛がしていろんなことがしてしまったので、それでまた昔言ってたようにこの酒場に行ったりバーに行ったりして飲んだりなんかしてました。12月にこの静岡の方の町のねバーに行きました。そこではね、クリスマス、12月ですからクリスマスツリーがありますね。そしてそこで皆さんが踊ってます。で私ねカウンターで、こうちょっと飲んでたんですね。そしたら突然に音楽が変わって、清子の夜が流れてきたんです。サイレントナイトですね。その音楽が耳に入った途端に、怪我をした時に見た同じ幻が出てきたんです。そして私を招く人がいた。やっぱりあの人はイエス様だということで、私はバーのカウンターで教会に行かなくちゃということで、教会行きを再び決めたんです。それから教会に行くようになりました。そしてそういうふうなことを通して、私はだんだんイエス様を知るようになりました。で教会に行って、それで私最初その町の教会に行ったのがルーテルの教会でした。とってもいい教会だった。ルーテルの教会の礼拝ではね、10回を唱えるんです。我は主たる何時の神なり、何時我のほか何者の神とすべからずで始まって、党の戒めを告白していくんですよ。で第8番目になるとね、何時盗むなかれという言葉が出てきます。盗むなかれが来るとね、ほっと私の頭にね、この赤い提灯とゴムの草履が出てくるんです。毎週毎週日曜日になると。それはね、後で気がついた。私はその会社の 寮生活している時に、この夜ねちょっと人々とお酒を飲みに行ったりした、その居酒屋の提灯と、それからプール、夏はプールに行きますから、プールで草履をねちょっと湿気して寮で履いてた、そんなようなことがありましたんで、そのことを教会に行って盗むなかれというモーセの10回の第8番目が来るとね、その2つの赤提灯と草履が出てくるわけです。そうして私本当に心が苦しくなって、私は罪を犯している大変な状態だ、そうやってイエス様の前にお詫びしなくちゃということで、お詫びと償いをしなくちゃということで、給料日まで待って、そしてそのお金を持って、その飲み屋さん、居酒屋さんに行ってお金を払いました。そして寮に帰ってお詫び状を書いて、学校の校長先生にね、草履を私は湿気しておりました、この弁償をしますということで、手紙をお詫び状を書いて、そしてこの、お金を入れてね、そして郵便ポストに入れた。その時に私の心に来たところの解放感、許された、これでよかった、神の言葉に従ったという喜びがここに湧いてきたんです。それから教会に行くようになりました。そして私はその教会に行きまして、さらに続いて教会が進んでいったんですけれども、このその教会の宣教師がね、私のところに来ていろいろと交わりするようになりましてね、そしてどうだい、あなたはね、いろんな人生経験があるだろう、神様がお詫びしましたね、あなたはね、神様選ばれてるかもしれないよ、神様のために働く人にならないかって、そのように宣教師が勧めてくれました。そういうことで私は本当に祈りました。そしてから私、イエス様のために使えるものになりたいと言って、私は会社を辞めるようになって、そして牧師になる訓練を受けました。そして私は28歳の時に牧師に仕事を辞めて、ちょっと教会で訓練を受けて牧師になってね、45年間牧師を続けておりました。で先ほど言ったように、私の脳梗塞の問題でね、
これ以上教会を続けられないことが分かったので教会を辞めました。そして、まあ、今の生活にいるんですけど、私は自分で生涯の中で振り返ってみるときね、そのラグビーの臨死体験、そのことをして、そしてその時に神様が見せてくださった幻を通してね、私は本当にイエス様ということについてもう一度、子供の頃知っていたイエス様についてね、もう一度そのことを思い出して、もう一度イエス様に仕えなきゃという気持ちを持ってね、イエス様の前に進むようになりました。私は本当にこのバーのようなところでもあって、この清子の夜の音楽を聴いて、そして本当にイエス様の前にごめんなさいを言うようになりました。で、そんなイエス様ですね、私は本当に悪の道に進んでいたんですけれども、イエス様にごめんなさい、悔い改めすることによってイエス様は私を許してくださって、心にその証拠として解放感、自由を与えてくださって、イエス様の前に進むものと進んでいくものとなりました。神様の恵みというのが、どんなに罪を行った、どんなに罪の中にあったとしてもね、イエス様の前にごめんなさいを言うとき、イエス様が許してくださる、そしてイエス様のために用いてくださろうとしている、それはすごく大きな恵みだと思います。私本当に自分の絶望感の中にあって、生きるか死ぬかわからないようなところを通りましたけれども、その絶望の中でイエス様が現れてくださって、救いの手を伸ばしてくださって、その絶望状態から立て上げてくださって、そして牧師にまでしてくださいました。本当に私は感謝しております。そしてね、私は良い妻に恵まれて、それと私の子供たちもイエス様を信じるものとなりました。そして一人は牧師、アメリカ人の牧師と結婚して、牧師夫人をしております。それともう一人の娘はこのレイマン牧師ですけど、そのレイマン牧師の奥さんとして今一緒に働いているわけです。本当に神の恵みはね、私たちの人生にどのように訪れてくださるか分かりません。私の絶望状態の脳内出血の絶望状態の中でもね、イエス様が現れてくださって、私を立て上げてくださって、作り直してくださって、イエス様のために使ってくださる、こんな大きな恵みはないと思います。私は最初にこの伝えるべきだったんですけど、私のことについて聖書の言葉があります。コリント第2の手紙の5章17節、コリント第2の5章17節はこう書いてあります。私のことです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、みよ、すべてが新しくなりました。古いものは過ぎ去って、私の過去の古いもの、それはイエス様にあって、それは過ぎたもの、過去のものとなりました。そして私は新しくされて、そして新しい人生に進むようになったという神の恵みです。キリストの十字架の贖いによる罪の許しと死からの復活を信じるなら、私たちに神様の新しい命、永遠の命が与えられてくるのです。私たちはそのようなものとなって進んでいきたい。私は自分自身のこの生活の中だった、繰り返しますけれども、非常に苦しい経験を通りましたけれども、それを通してイエス様が新しい生活に、キリストにある生活に導いてくださった、本当に祝福の中に私を置いてくださった神様に深く感謝しています。以上をもちまして私の今回のお話を終わらせていただきます。皆様に神の祝福がありますように。